はい、皆さん超絶お久しぶりでございますが、今回の動画ではですね、久々にビックリマンチョコ開封動画やっていきたいと思います。なんせね、長いことビックリマン系の、開封動画、ビックリマンだけじゃないですね、ニフォルメとかも合わせて、開けてなかっただけにね、いっぱい溜まっております。まあそんなわけでね、ここ見てくださいよ。はい、上に箱を重ねていってった感じなんで、こんな感じでね、箱がちょっと潰れてきております。いや、そろそろ本当にね、いい加減開けなければということで、まずはこれから開けていきたいと思います。今回開けていきますのはこちらですね。去年発売した、ロッテ呪術廻戦マン2チョコ。まあもうほんと今更って感じもしますけどね、アニメも、2期ですね。アニメの2期が題材になったシーンなんですけど、そのアニメもね、もうとうに、最終回を迎えて2期終わっております。はい、まあそんなわけでね、今回ちょっと時期外れではありますけどね、我がチャンネルではやっと開ける機会が来ましたということで、開けていきたいと思います。あ、その前にね、ぐるっと一周見ておきましょうか。正面からぐるーっとね、あ、賞味期限はね、まだまだいけます。9月までですからね。はい、後ろと全体はこんな感じですね。さあ、それではね、開けていきましょう。ベリベリベリっと。パッケージ上から見たところは黒一色ですね。まあ原作のダークな雰囲気が出ていいんじゃないでしょうかね。そして正面からのイラストは、このように2種類となっております。はい。うん。アニメの2期のね、前半後半で、分かれてるみたいですね。こちらが後半。こっち前半ですね。まだ五条とかが学生の頃の話でしたね。はい。そして裏面ですね。裏面は一緒かな？一緒ですね。はい。ここだけちょっとめくっとこうかな。あの大人気呪術廻戦とビックリマンが再び奇跡のコラボと、これ見る限りまた棒立ちイラストになってそうですね。あ、今回1個ずつ絵柄変わってるんですね。いつもビックリマンって2個同じパッケージが来て、さらに2個ずつ変更ってなってたんですけど、これ見ると、全部1個ずつ変わってる。なるほど。あ、久々に開封動画やるので忘れてましたけど、今回、ちょっと段取り忘れてるわ。2箱、3箱ね、24種類なんで、まあ、3箱で揃ってほしいなってところですね。というわけで、用意してるのは3箱になります。さあ、揃うんでしょうかね。揃ってほしいですね。では、1箱目、こちらの列の手前から、このような順番で開けていきたいと思います。まずは1個目。さあ、最初は何でしょうか。ほい。長宗。19番ですね。うわ、チョコカスがすごいな。やっぱり、日にちをいただきあって。はい、長宗が来ました。まずは長宗から。さあ、次です。次。はい。お、トゲくん。犬巻トゲ。おにぎりの具の隠語がね、覚えれないんだよな。三つ目は、はい。あ、翔子さんか。はいはいはい。家入翔子。なるほど。今回は四隅になんか黒い縁がついてるみたいですね。この黒い縁は何を意味するんだろうか。はい、次。ゲトウスグルです。17番。どっちのゲトウだ？あ、渋谷事変って書いてるから、偽物のゲトウですね。偽物って言うていいんかな。さあ、どんどん行きましょう。次。はい。黒い、ミサトさん、あ、黒いか。黒いさんが来ました。はい。いや、これも良かったですね。いいキャラでした。あ、これあれか。前半の過去キャラが四隅に黒がついてるとか、そういうことかな。どうもそうっぽいですね。次。はい。はい。お、S1 来た。五条悟×ヘッドロコこと。あー、なるほどね。うん。これも昔のやつです。昔編のやつですね。そうそう。遊びに行ってましたね、海に。それのコラボということで。まあね、デザイン自体はネットで上がってんのをね、ちょろちょろと見たりしてますけど、追いかけてたわけじゃないのでね、ああ、こんなんだったなって感じです。はい。デザインとかね、まあ、ほとんど見てなかったのと一緒ですね。なので、結構ね、新鮮な感じで今開けております。次。S の中でも S1 ってね、過去でも結構出やすかったイメージがあるんですよね。これ、あ、パンダ。パンダはもうパンダですね。はい。パンダとかはね、まあまあ、ポーズ的にいいんじゃないでしょうかね。いわゆる棒立ちデザインではないですね。次です。はい。あ、リコさん。これも重要キャラでしたね。6番。うん。
いや、しかし、あっさりちょっと死にすぎな気もしますけど、もったいないね。次、あ、揚げの失敗した。次はと、はい。あ、スクナ。20番スクナが来ました。もう極悪でしたね、こいつも本当に。情け容赦ない。次。ゲトウ、2番ということは、過去のゲトウですね。学生の頃のゲトウですね。はい。次。おい。お、ナナミン、16番ということは、渋谷の方のナナミンですね。はい。この、両枠ね、もうちょっと何とかしてほしいとこですね。呪術廻戦とか、いやアクションでしょう。アクションの入るキャラ揃ってるのになんでみんな棒立ちなんでしょうね。もうちょっと考えて書いてほしいところですね。はい、全員、あ、マキさん。全員、マキ。じゃじゃんと。俺ね。グリーンハウスの社員さんだろうけどね、まだ書き慣れてないんでしょうね。お二人じゃないと思います。レジェンドのお二人以外にね、書いてる人がいて、まあ、その人が担当してるんでしょうけど、頑張ってほしいですね。ダメだとかそういうことを言うつもりはないです。書いてるうちにね、レベルアップしてくるでしょうから、早くね、あの域に達してほしいところです。待ってますからね、頑張ってください。お、五条、一番なんで、あ、これね、初期というか、そうですね、頑張ってほしいところですね、この辺。はい、次。あー、また失敗か。いいね。はい、次は、ナナミ。お、4番のナナミですね。学生の頃のナナミ。さあ、片側15個目。はい。おー、S に来た。1列に S が 2個入ってるとかね、結構、いい出だしなんじゃないでしょうかね。ゲトウスグルかけるセントフィニックス。あ、これも、また、海に遊びに行った時のコラボになってますね。はあ、今回はそれで行くのかな。さあ折り返し、16個目。今のとこダブリはなしです。はい、バラユー。おー、これも元気キャラ。いや、やっぱ呪術ってなんか結構良さげなキャラを贅沢に無駄遣いしすぎよな。お、 S4 ゲートフェニックス。 S3 枚出たね。なかなか当たり箱じゃない、ゲートフェニックス。おー、これいいやん。なかなかかっこいいぞ。ね。次。はい。あ、ノバラですね。釘崎ノバラ。あまりパッとしないヒロイン。ね。これもまた、横隙間が、すごいかな。そうそう、48シールってね、名前が上に出るじゃないですか。そうなると、キャラのレイアウトが絶対横長になるんですよね。そこをどうやって綺麗に埋めるかっていうのが腕の見せ所なんですよね。はい、ナンバー9、虎杖悠仁。これもパッとしない主人公。今んとこね。はい。これもね。虎杖悠仁ならもうちょっとアクションがあるでしょう。次です。次は？はい。五条悟15番と。ほう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 。まあ、服装自体がね、もともとのデザインが結構シンプルなんで、やっぱ書き方によって印象だいぶ変わりますよね。はい、リコさんダブリか。まあでもリコさんダブってもいいよね。さあ、この辺から、ダブリゾーンに入るんでしょうか。おい、お、マヒトが来ましたね。はい、18番、マヒトです。これもいいキャラしてますよね、敵ながら。そして次は誰だ？お、伏黒。伏黒が来ました。ちゃうわ、お父さんの方。伏黒が来ましたとか言ってますけど、お父さんの方でしたね。これもしかして、一箱コンボいけるか？ S3 さえ出ればいけそうな気がするな。あと10番と S3 ですね。はい、10番来た。伏黒親子連続。できましたね。はい。もうちょっとこの辺やっぱり埋めてほしいな。寂しいよな。なかなかね、鬼滅マンの時もそうだったんですけど、S の中でもね、S3 って一番出にくいんじゃないかなっていうぐらい、S3 ってなかなか出ないですよね。出るんでしょうかね。16番です。もう S3 以外は全部ダブリなんでね、S3 のみ狙っていきますけど、さあ、一箱コンプできるかな？
あと5個。この5個のうちに出るんでしょうか。出なければね、2箱目、3箱目にかけたいと思います。19番。S3 来てくれ。もう、終わってくれ。終わってくれ。7番。あ、でも、リコ、黒いと、ペアでダブったのはいい感じですね。さあ、残り3個。S3 出てくれ。はい。あ、な、2番だ。そんなに、うまい話はないか。はい。あ、6番、リコ。まあ、リコはね、なんぼダブってもいい感じ。さあ、ラスト。ラストです。S3、来てくれ。どうや。ああ、ナナミンでした。さあ、それでは、S3 が出るまで開けていきたいと思います。2箱目です。やっぱり、1パッケージごとに順番変わってますね。今後はこのレイアウトでいくんでしょうか。では、同じように、こちらから開けていきましょう。1個目。おい、なるべく早く出てほしいな。超速。おお、1箱目と、全く出るのが一発目一緒とかちょっと嫌な気分ですね。次トゲくんとかっていうパターンはやめてほしいところ。2箱連続でそれはやめてほしいところ。おい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 、一緒じゃねえのこれ。まあ始まったばっかしですしね、なんとも言えんから、とりあえず開けていきますけど、これはさっきの箱で言うと証拠だったはず。おお、やっぱ一緒だね。まあ問題はね、ここですね。ここで何が出るか。まずはね、これは、偽ゲット。さっきの、ほんまさっきの一箱目と全く一緒やんけ、これ。そして、黒井さん。まあ、ここまでは一緒でしょう。黒井さんね。はい。で、さっきはね、ここでね、S1。S1 が出たんですよ。S3 出てくれへんかな。ここで、入れ替わりで。あ、S1 だわ。これもうさっきの箱と全く一緒やな。うわ、これどうしよう。一番後ろ。15個目。これが、ゲトをかけるセントフェニックスやったらもうこの列開けるんやめよう。さあ、どうだ。どうでしょうか。うわ。ダメだ。一箱目と全く同じ配列よ。さあ、問題はこっちの列だね。灰原優が出たら、それこそ一箱目と全く同じになってしまうんだけど、違うの来てくれよ。灰原優だけはやめて。もう開けるのやめようか。この箱一番最後、昔七海が出てきたらもうこの列開けるのやめます。昔七海かな。あれ違うわ、マキさんが出てきたな。どういうこっちゃ。ああ、そうか。ということで、1個なんか消えてるな。何が消えてるんやろ。で、次はリコね。ここは一緒やな。あ、ここだわ。黒井が出たということは、ゲトウが1個消えてるんだな。まあでも、こっからこっちはもう、変わりないんで、もう開けません。では、3箱目。これでね、S3 が、やっぱ S3 って出にくいんかな。まあ、S の中でもね、S1、S4 は出やすい気がするよね。さあ、S3 出てくれ。はい。あ、9番。板取裕二、2個目。ほい。五条サトル、これもさっきのパターンと一緒やな。このパターンはね、1箱目、2箱目でもありましたね。で、10個目で、ゲトウが飛ばされてたんですよ、2箱目は。1箱目はゲトウが入っとったんですけどね。ちょっとその辺怪しいね。今、2個開けたんで、C、ロー、ハー、トート。10個目ちょっと開けてみようかな。ここでゲトウが出るかどうかですよ。はい。あ、ゲトウ出ましたね。一箱目と一緒だわ。この後にリコが出れば、一箱目、二箱目と同じ配列になります。あ、リコですね。一箱目は次のナナミンで終わりましたね。ナナミンで終わった。ああ、一緒です。で、二箱目は同じだったんですけど、ゲトウが飛んだ分、一個ずれて、ここにマキさんが入ってましたけど、ここまでですね。ここまでは、一箱目、二箱目と同じになります。次からちょっとわからんな。さあ、次が何かわかりません。なんでしょう。はい。あ、ここにゲトウ入った。あ、違う。これ偽ゲトウやわ。あれ？そうか。ああ、もうややこしい。頭がこんがらがる。
マキさんの次は偽ゲトウね。これは分かりませんね。あ、失敗した。さあ、カタン、15個目。いた！来た！ S3、ヘッド5乗ロココ。やった！おー、かっこいいやん。最後に出たっていうのもあるけど、ちょっと、ちょっと今、胸のドキドキが。いや、よかったー、はあ。ピンポイント狙いってね、なかなか出ないんですよ。ああ、結構ね、チョコ余らしましたけど、いや、これは全然 OK です。はい。これ以上もうチョコ開けませんのでね。いやー、よかったー。というわけでね、なんとか3箱目途中でコンプリートできました。そういえばね、冒頭に3箱チャレンジです。3箱で揃わなければとか言うてなかったですね。3箱でチャレンジするつもりだったんでね。今回はね、ミッションコンプリートです。はい、この後ね、ファイリングして一覧でお見せいたしますので、チャンネルはそのままでね、しばらくお待ちください。はい、それではファイリングが終わりましたので、一覧で見ていきたいと思います。まずは1番、2番、3番、4番という風に続いていきます。1番から6番。7番から12番。13から18番。19、20と S1 から S4。裏面を読みたい人は一時停止してお読みください。全24種一気に並べるとこんな感じです。バインダーへの収納は呪術廻戦0、呪術廻戦、そして、呪術廻戦マン2と、この順番で入れておきます。そして今回のリザルト、ダブリですね、こんな感じになっております。まあまあ今回ハズレキャラっていうのがないですよね。どのシールも良かった。はい、そして S はこんだけダブっております。まだこの中にね S 入ってるでしょうけどね、あ、こっちか、3箱目ね、片方全然開けてませんから、ということですけどね、これ以上もうちょっと開ける気はないんで、これで終わりにしたいと思います。結構ね余ってるから、まあまあ早めに揃った方じゃないかなと思います。はい、こんな感じでちょっとね、半年ほど動画開けてなかったんですけどね、まあチョコがいっぱい溜まっておりますので、随時、時間が開けば開けていきたいと思います。しばらくね、開封動画続くんですけど、プラモとかもね、ちゃんとやっていきますんで、まあ、その辺は気長にお待ちください。あとはね、メンバーシップ限定のシールなんですけど、なんとかね、24ヶ月までには間に合うようにね、メンバー1周年、2周年のシールね、2枚同時に送るようにしたいと思っております。メンバーさんの人はね、もうちょっとお待ちください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。